はい、どうもめちゃねるです。本日私はですね、こちら台湾のですね、桃園国際空港のね、第一ターミナルの方にやってきております。今ね17時半なんですけど、今日はね20時過ぎのですね飛行機で香港経由で成田の方にね帰っていくという予定をしております。まあね、平日ということもありますんで比較的ね空いてる感じですね。はい、まあ、早速ねチェックイン手続きを行ってですね、出国手続き行っていきたいと思います。行ってまいります。はい、帰りはねキャッセイパシフィックで帰る予定なので、ここでね手続きを行うことができるんでしょうかね。はい、はい、こちらはねキャッセイパシフィックのチェックインカウンターなんですけど、比較的ね空いてるんですけど、 JGC でですね向こうのねビジネスカウンターの方でできるので、こちらの方でね手続きを行っていきたいと思います。まあ、せっかくなんでね、はい、プライオリティレーンを使っていきたいなというふうに思います。はい、こちらがねワンワールドエメラルドでですね、こちらがねワンワールドのクリスタル以上はね、こちらからチェックイン手続きを行っていただくことができます。はい、とりあえずね今チェックイン手続きが完了いたしましてですね、まあ一般的なね手続きのほかですね、今ですね1月の5日現在ですね、ビジットジャパンのね登録済み画面と、あとね3回接種証明のね画面を見せるのみでですね、それ以外はね特別な手続きは特にありませんでした。はい、無事にねチェックイン手続きも完了いたしました。まあ、何より、ね、空いてたんで非常に良かったかなと思います。ということで、これからね出国手続き向かっていきたいと思います。はい、ということですね、今出国手続きがね無事に完了いたしました。まあね20分ぐらいでね出国手続きできたかなっていう感じですね。でこれからですね、まだ3時間弱2時間半ぐらいありますので、プレミアムラウンジの方にね向かっていきたいなと思います。この先にですね、こちらのプラザプレミアムラウンジの方に向かいたいんですけど、今ねキャッセイパシフィックのラウンジがね閉鎖中なんですよね。本当はね、できればこのスターラックスが今ね最上位な状態でラウンジ行きたいなと思ってますけどね。はい、はい、こんな感じでですね並んでる感じですね。はい、なので今は残念ながらオープンしてませんけど、こちらがね達成ラウンジだったのかな。でプレミアムラウンジが、こちらなので、こちらの方にね入っていきたいと思います。でこちらがね、チャイナエアラインのラウンジですね。どこもなんか今クローズしてる感じなんでしょうかね。向こうに行ってくれってなってますね。はい、でスターラックス、スターラックスのラウンジがねこちらのギャラクティックラウンジ。いやーめっちゃいい感じじゃないですか。でもねやってない。あ、じゃあスターラックスじゃなくてもよかったかもしれないですね。はい、でこちらがね休憩所ですね。結構ね雰囲気いい感じじゃないですか。はい、ということでこちらのプラザプレミアムラウンジの方に入っていきたいと思います。はい、中入ってまいりましたけどね、まあ、結構落ち着いた感じですね。はい、まあ、レイ君ね騒がしかったりするので、ここら辺のねテーブルにしようかなと思います。お料理もねすぐそばなので、ここら辺で過ごしていきたいなと思います。とりあえずねこんな感じでポテトだったりとか、これおでっぽいのがねあったりしますね。あとスープとヌードルがあるんでね、ちょっといただいていきたいなと思います。はい、そしてねちゃんとねこちらの手元の方にはコンセントなどもありますし、 USB-A もねございます。はい、そしてその他チキンだったりとか魚、チーズなどもございます。はい、結構ね種類がございますね。結構ねコンパクトなんですけど、パオだったりヌードルもね頼めるみたいな感じですね。はい、そしてねパオとこちらのねヌードルがやってきました。ヌードルもね2種類ございます。さあ機内食も出ますけどね、いただいていきたいと思います。はい、ということでねいただいていきます。あ、飲みやすい白ワインですね。はい、そしてねヌードルいただきます。うん、うん、さっぱりかなと思ったんですけど、結構味濃いめで美味しい。はい、そしてのお魚です。これのことのさっきのこれ、うん、はい、そしてねこれチキンですね。うん、レイ君も食べれそう。辛くない？うん、辛くなかった。やったー、おいしい。
はい、そしてね、続いてこちらのね、パオいただいていきます。確認みたいなのがね、挟まってる感じです。いただきます。うん、うまっ。うまいっす。パオ結構コンパクトですけど、お料理もね、少ないのかなと思ったんです。結構あります。がっつりお腹いっぱいになりますね。ということで、これで、ね、ちょっと食べ進めて、搭乗時間までね、ちょっと時間潰していきたいなと思います。はい、ということでね、これから搭乗口の方に向かっていきたいと思います。はい、搭乗口ね、到着いたしましたが、ここからね、下の方に降りていくような感じみたいですね。はい、もうね、搭乗開始してるみたいですので、これからね、搭乗していきたいなというふうに思います。はい、じゃあね、乗り込んでいきたいなと思います。こちらがですね、ビジネスクラスで、本日はですね、こちらの30、31A ということで、プレミアムエコノミーの方にね、登場していきたいと思います。はい、今ね、キッズ用のアメニティでこのディズニーのやつもらいました。これめっちゃ嬉しいですね。そして子供用のね、ヘッドホン、こんなのもあるんですね。初めて知りました。はい、レイ君、初ヘッドホンですね。はい、初ヘッドホンでございます。はい、ということですね、もう間もなく、プッシュバックね、始まると思いますので、ちょっとね、ゆっくりさせていただいて、まあ、多分ね、機内食とかも出てくると思いますんで、まあ、レイ君、初の多分ね、プレミアムエコノミーっていう感じでしょうかね。はい、国際線はね、2度目、あ、初じゃない、ハワイの時もプレミアムエコノミーでしたね、この子はね。そうでした。はい、ということで、ちょっとね、ゆっくりさせていただきたいと思います。このレックのヘッドホンとかね、いい感じですね。暗くなりましたね。もう間もなくフライトっていうとこです。はい、まもなくフライトでございます。では香港に行ってまいります。はい、というわけでね、機内食の方が出てまいりました。どんな感じでしょう。ポークって言ってたような気がするんですよね。はい、開けてみたいと思います。こんな感じの、なんだろう、牛丼、豚丼みたいな感じでしょうかね。はい、めちゃめちゃ熱々です。はい、というわけでね、いただいていきたいと思います。いただきます。あー、生姜が効いてる豚丼って感じですね。暑かった？はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、お腹いっぱいです。ということでね、ちょっと到着まで、ゆっくりしていきたいと思います。ご自身の最新的資産、你可以留意衛生防護中心的全体網址。おいしい。バイバイ、Thank you。 バイバイ。はい、ということですね、無事に今香港の方にね、到着いたしました。香港国際空港でございます。ということでね、まあちょっと休憩しがてら、出国入国手続きはね、しないので、とりあえずラウンジの方にね、そのまま向かっていこうかなと思います。とりあえずレイ君もベビーカーゲットして、これでね、移動も楽ちん。今ね、香港時間で、21時40分ぐらいなんで、まあ、レイ君ね、正直ちょっと眠い時間だよね。はい、とりあえずね、一旦乗り継ぎのね、手続きをね、していきたいなと思います。はい、乗り口ですね。
私どもはね、乗り換えで29ゲートになりますね。とりあえずですね、今はね、トランジットの手続きが終わりまして、荷物検査も終わりましたんで、ラウンジの方にね、向かっていきたいと思います。いや、結構ね、香港の空港は広いんでね、いろんなラウンジもありますけどね。で、こちらがアメックスのセンチュリオンラウンジでしょうかね。ただね、今、やってないんだと思うんですよね。はい。センチュリオンラウンジ。ちょっと行ってみたいですね。はい、こちらの、ね、奥がユナイテッドクラブでございまして、センチュリオンラウンジについてはね、こっちの奥の方なんですけど、多分ね、今やってないと思うんですけど、まあ、せっかくなんでね、ちょっと覗きに行きたいなっていうふうに思います。時間があればね、はしごなんかもね、したいなっていうふうに思いますけど、はい。で、こちらがですね、センチュリオンラウンジということでございまして、まあ、やっぱりね、ここはちょっと見たくなりますよね。で、空港はね、はい、こんな感じですね。こちらの種別がね、利用できる感じです。はい、ということでね、センチュリオンラウンジの方にね、入ってきました。まあね、結構いい感じですね。まあ、どんなものがあるのかね、ちょっと覗きたいなというふうに思います。はい、まあ、バーがこんな感じですね。はい、そしてね、お料理類、こんな感じです。はい、焼き鳥なんかもね、ございます。はい、今ね、センチュリオンラウンジの方に行ってきたんですけど、ベビーカーがね、ダメということでですね、まあ、空港でね、借りれるベビーカーなんですけど、ダメということなので、まあ、ちょっと中だけね、様子を、伺いに行って、写真だったりとか動画撮れるところだけね、撮ってきまして、これからね、今、キャセイラウンジの方に、向かっていきたいなと思います。まあ、そっちでもね、ベビーカーダメだよって言われたら、もうね、ベビーカーどっかに戻しておこうかなと思います。結構ね、そういったところはやっぱあるんですね。はい、ということで、こちらの、キャセイラウンジの方にやってまいりました。こちらはね、ワンワールドサファイア以上、サファイアエメラルドが利用していただくことができます。はい、じゃあね、ちょっと中入っていきたいと思いますけど。はい、ということでね、キャセイラウンジの方に入ってまいりました。とりあえずね、席を確保して、中の方にね、進んでいきたいと思います。はい、バーもね、完備しております。はい、こういった感じでですね、リンゴジュース、オレンジジュースとかビール、そしてね、ソフトドリンクなどがね、置いてございます。はい、ピザなんかもね、置いてございます。そしてね、温かい食べ物だったりとか、はい、こういったね、パンなどもございます。あとね、こんな感じでチーズだったりとか、サラミとかサラダとかね、フルーツ類なども置いてございます。ピザをね、頼むと、釜でですね、温め直してくださるみたいですね。いい感じです。そしてこちらの方にはね、ヤム茶だったりとか、なんかね、いい感じで、いろいろヌードルとかございますね。はい、とりあえずね、こんな感じでピザね、温め直して今ね、ジュージューしてますね。はい、先ほどのね、ピザに引き続きまして、こちらのね、なんでしょう、なんか香港スタイル、なんとかライスって書いてありましたね。で、ワンタンヌードルをね、いただきました。ここら辺はね、オーダーできる感じで、オーダー他にね、6品ぐらいできる感じでしたね。すごかったです。あとは焼きそばだったり、肉まんをね、持ってきました。いやー、もう11時ですけど、いいんですかね。いいんですって感じですね。いただいていきましょう。はい、じゃあね、とりあえずビールいただいていきます。はい、じゃあね、ワンタンヌードルいただいていきます。器がめっちゃ熱い。うん、うま。そしてこちらのね、お肉いただきます。この脂が多いとこいただいていきます。うま。ママ11時過ぎです。最高。はい、ということでね、これ食べ進めてあと1時間ぐらいあるんで、ゆっくりね、させていただいて、搭乗口の方に向かっていきたいと思います。はい、まもなくね、時間となりますので、これからね、搭乗口の方に向かっていきたいなと思います。もうね、0時半回ってですね、だいぶ人もね、少なくなってきましたけど、まあでもね、やっぱりラウンジ内はね、人が結構多いですね。ということで、29番搭乗口の方にね、向かっていきたいと思います。はい、メインのね、搭乗口来ましたけど、まあ、やっぱりね、結構人がこっちの方はね、
多いですね。もう搭乗待ちのお客様がかなりいっぱいいます。はい、という感じですね。搭乗口の方にね、やってまいりました。今日はねエアバス350の予定だったんですが、ボーイング777のダッシュ 300ER にね変更ということで、先ほどね乗ってきた便と同じ飛行機という感じです。はい、こちらでもねレイ君パワーで優先搭乗をねさせていただくことになりました。結局これがね一番早いっていう感じですね。はい、ということでね早速優先搭乗できましたので、あちらでとりあえずね待機という感じですね。こちらねこちらの33の A という席になっております。プレミアムエコノミーね今入ったばっかりですけど意外とね、空いております。そしてエアバスではねなくなってしまいましたけれども、先ほどね乗ってきました777-300ER 同じ機種で成田までね帰っていきたいと思います。今日は 33A の席でございます。結構ねほぼ満席に近い状態でですね、先ほどの台湾便と比べるとかなりね日本人より外国人旅行客の方がね多い感じします。はい、ということでね間もなく離陸していきます。やっぱね4時間20分ぐらいのねフライトということで、日本時間はね6時半ぐらいに到着予定となります。まもなくですね着陸態勢入りまして着陸というところでございます。はい、ということですね、無事に入国完了いたしました。初めてねファーストトラックっていうのを利用させていただきましたけれども、うん、まあ意外とねすんなりと、行きましたね。滞ることなく無事に大満足の旅となりました。まあ、キャセイパシフィックさんで台湾から香港、香港から成田の方にね来たわけですけれども、まあ、できればね当初の予定通り、香港から成田はねエアバスの350で帰ってこれればよかったかなという感じですけど、まあ、レイ君もね元気いっぱいで今ね目覚めて普通に自分でね歩いてくれてるのでよかったかなというふうに思います。またね近いうちに海外の方行ければなというふうに思います。ということでね今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方ぜひね高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。概要欄下の方に私 Twitter、LINE、Instagram やってまして URL 貼ってありますんでぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方でホテルの宿泊レビューであったりとか航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいておりますので、情報の見逃しがないようにぜひねチャンネル登録とこちらのベルマークの通知ボタンをしていただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということでまた次回次の動画でお会いしましょう。